宇宙世紀00791月3日地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り地球連邦政府に独立戦争を挑もうとしていた父上本日7時20分をもって 我がジオン軍は地球連邦政府に対し、戦線を布告いたします。すでにドズル菊の部隊が戦線の布告と同時に連邦の艦隊に対し、攻撃を仕掛ける手はずを整えております。奇襲か。賞賛はあるのかご覧ください。連邦艦隊への攻撃と連動して、キシリア期間の部隊がグラナダの制圧を行います。 グラナダ制圧後サイド124に対して攻撃を仕掛け確保したコロニーをジャブローに落下させます確かにコロニーを落下させればジャブローも沈黙させられよで目的は勝手何を成すという人類は増えすぎました地球に帰省する官僚も 資源を食いつぶすだけの大衆ももう必要ありません皇陛下計画の誤人可を人類は我ら選ばれた優良人種たるジオン国国民に管理運営されて初めて永久に生き延びることができる 地球連邦の無能なる者どもに思い知らせ明日の未来のために我がジオン国国民は立たねばならんのである地球連邦政府ならびに地球に住むすべての者たちに次ぐ私はジオン公国総帥 ギレン・ザビである地球連邦政府は我々を宇宙へと追いやり地上から宇宙を支配してきたそして一握りのエリートがその私利私欲を満たすだけのために我々スペースノイドは自由を奪われ続けてきたのであるだがこの屈辱の歴史も今ここで終わる 腐敗した連邦政府を砕きスペースノイドの真の自立を勝ち取るため我らジオン公国は地球連邦政府に対し戦線を布告するジオン公国の戦線布告をきっかけに歴史は大きく動き出すその戦いの果てにあるものとはその戦いは人類に何をもたらすのか 人類史上最大の戦いは今まさに始まろうとしていた連邦艦隊を撃破したジオン軍はブリティッシュ作戦で使用するコロニーを確保するためスペースコロニーに対する攻撃を開始したわずかに残された護衛部隊が必死の抵抗を見せたものの モビルスーツの前になすすべもなく撃破されていったなぜなぜこんなことを<笑>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 私は <laughs> 私は知らなかった毒がすななんんて知らなかったんだよそしてわずか40時間の戦闘で3つのサイドは壊滅し28億もの生命が失われたのであるブリティッシュ作戦30対1の国力の差を覆すジオン必勝の作戦である。 これは愚劣なる地球市民に対する裁きの鉄槌である神の放ったメギドの火に必ずや彼らは屈するであろう強大な弾頭と化したスペースコロニーは動き始める目標は南米連邦軍本部ジャブロー戦いは新たなる局面を迎えようとしていた コロニーは大気の層を突き破り地球へと落下を始めるこの時ジオンは勝利を確信していたしかし「総帥落下中のコロニーが崩壊を始めましたコースが大きく外れていきますおっ!」 遅くできななかったなはいしかし父上このまま終わらすわけにはまいりません気候はまだ続けるというのかジャブローを叩く以外に我らが生き残る道はありませんブリティッシュ作戦は継続しますジオンは残された戦力を結集し最後の賭けに出る。 敗戦を重ねながらもなお圧倒的な戦力を持つ連邦軍にジオンは勝利することができるのだろうかジオンの巨人どもをこれ以上進ませるわけにはいかん全艦発進て この動き指揮官はレベルだな。相手にとって嘘ではない。攻撃を開始しろ。 ルームにおける戦いはジオンの新兵器であるモビルスーツは戦力に勝る連邦を圧倒すると同時にブリティッシュ作戦の失敗を覆す大戦果をもたらしたのである。 三連星がレビルを捉えましたまことかはい間違いありませんこの報告を受けギレンザビは勝利を確信連邦政府との休戦条約締結を決意するのであるルームの戦いの後ジオンは休戦条約の締結に向けて動き始めていた 相次ぐ勝利とレベルを捕獲したことによって連邦政府との交渉が有利に運ぶと判断したためである我ら優秀なるジオン国国民の前にあっては数に勝る連邦政府ですら羽毛の衆にすぎないのである条約交渉を前に行われた演説はジオン国民の士気を高め 人々はこの戦争の勝利を確信していたしかしこの確信は最悪の事態によって覆されるまさに南極条約の調印がなされようとした時ジオンの捕虜となっていたレビルが奇跡の生還を果たしたのである私はこの目でジオンの内情をつぶさに見てきた我々も苦しいがジオンも苦しい 彼らにに残された兵はあまりに少ない交渉の切り札であったレベルの脱出はその演説以上にジオンの苦しい内情を物語っていたこの皮肉な事態によってこの日の交渉はいくつかの軍事条約の締結のみにとどまりジオンと連邦の血で血を洗う戦いは激しさを増していくのである。 宇宙世紀00793月1日南極における条約交渉の失敗から1か月余りたったこの日ジオン公国は地球に対する降下作戦を開始しようとしていた地球侵攻作戦は順調です月面からのマスドライバーによる攻撃で地上の対空防衛網は完全に無力化しました 大した自信だなだが連邦は侮れんぞ私は事実を申し上げているだけです兄貴ソロモンから発信した部隊が降下ポイントに到着した合図があり次第部隊を降下させる資源採掘部隊も準備完了しました地球方面軍も編成終了しています各部隊準備完了したようですご決断を うんよかろうただし失敗は許されんぞどうする聞いての通りだ作戦を開始しろ了解した地上でふんどり返っている連邦軍にジオンの恐ろしさを思い知らせてやるわ地球降下部隊の第一陣がオデッサの制圧を完了した。 引き続き第二次降下作戦を開始させろはい予定通りに北米の国葬地帯が確保できれば慣れぬ地上での戦いもいくらか楽になりましょううん任せたぞガルマ聞いての通りだ直ちに作戦を開始しろ地球方面軍司令としてのセ務ムを果たせはいお任せください姉上こう焦るな 作戦の遂行を第一に考えることだ私とてザビ家の男心配は無用です朗報をお待ちくださいニュース速報です地球降下部隊が北米地域の制圧を完了しました詳細はまだ明らかにされておりませんが地球方面軍司令ガルマザビ閣下指揮の攻撃軍が 数に勝る連邦軍に圧勝したとのことですガルマ司令はデギン公王のご子息であらせられ将来を植望された身でありながら兵士たちと共に前線で戦われています兵士たちの間ではルームの戦いで大勝利を収められたドズルザビ閣下に勝るとも劣らぬ英雄であると称されています 旧宙侵攻作戦の初期目的である資源の確保はほぼ達成した今後も予定通り侵攻作戦を継続していくだが兄貴戦いを長引かせるのは良くない兵たちの中には宇宙に帰りたがっている者も,も出始めている今ならまだ兵士たちの士気も高い先にジャブローを攻めた方が良いのではないか勢いだけでは戦争には勝てんよ しかし連邦のモビルスーツ開発に関する情報も入っていますことは慎重に運ぶべきかと V 作戦と呼んでおるのかはい連邦のモビルスーツなど私が倒してご覧に入れますよ頼もしいなしかしお前は未来のジオンを背負って立つみ軽率な真似だけはしてくれるなよ <laughs> 相変わらずですね父上私もジオン軍人の端くれ親の七光りで出世したなどと言われたくはありませんそれなりの働きはさせてもらいます V 作戦か部下が持ち帰った映像があります情報収集に向かったザクがサイドセブン内で交戦になりました 連邦のモビルスーツは信じいい能力を持っているようですまた推測ですがザクが破壊したパーツから連邦のモビルスーツは3タイプ以上存在すると思われます。 ガルマザビの死は直ちにジオン本国に伝えられたレギン皇王はその訃報を聞き声もなくその手にした杖を落としたというガルマの死を無駄にするわけにはまいりませんザビ家末代の虎権に関わります犬死にのまま終わらせるわけにはまいりませんゲレン わしはただガルマの死を遅くなったチュウィお早かったな2人とも残念ですあのガルマが連邦のモビルスーツの前に倒れたとは兄貴俺はまだ信じられん今にもあいつが顔を出すんじゃないかと過去を思ってみても戦いには勝てんぞどうするああしかしあやつこそ俺さえも使いこなしてくれる将軍にもなろうとああ ドズルの言う通りだ,だからだギレン静かに丁重にガルマの冥福を祈ってやってくれまいか我々は一人の英雄を失ったしかしこれは敗北を意味するのかいな始まりなのだ地球連邦に比べ 我がジオンの国力は30分の1以下であるにもかかわらず今日まで戦い抜いてこられたのはなぜか諸君我がジオン公国の戦争目的が正義だからだ私の弟諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだなぜだ諸君の父も子も その連邦の無視力な抵抗の前に死んでいったのだこの悲しみも怒りも忘れてはならないそれをガルマは死をもって我々に示してくれた国民よ悲しみを怒りに変えて立てよ国民よ我らオン国国民こそ選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ有料主たる我らこそが人類を救いうるのである じージークジオン我々は新型戦艦木馬と木馬に搭載された3タイプのモビルスーツこそが V 作戦の正体であると考えていました。 しかし調査の結果これらの兵器が実戦データの収集を目的とした試作機に過ぎないことが判明したのですつまり V 作戦の真の目的とはこれら試作機による実戦データの収集と運用方法の確立そのデータをフィードバックしたモビルスーツの量産化ではないかと推測されます それを裏付けるように木馬の出現に前後して前線では連邦製モビルスーツの目撃が相次ぎすでに量産化に成功しつつあるとの情報も入っていますこれが我々が突き止めた V 作戦の全貌ですオデッサ作戦資源の乏しいジオンの生命線を断ち同時に ヨーロッパにおけるジオンと連邦のミリタリーバランスを一変させようとする連邦の一大反抗作戦である狙いはオデッサかそのようですだが戦線は地球全域に広がっている オデッサ一つにどれほどの価値があるというのだ価値は作るものです使い道ならいくらでもありますなるほど策はあるのかお任せを地球連邦軍はルームの戦いで失った宇宙艦隊の再建を果たし大規模な宇宙反抗作戦を開始しようとしていた 連邦艦隊はソロモンに攻撃してくる可能性が高いしかしンずるなドズルキシリア増援は出せるな無論ですできる限りの戦力を出しましょう戦いは数だよ兄貴アバウア・ークーの戦力を今すぐ振り向けてくれればいい偉そうに踏んぞり返る前に勝つための手だてを振り向けるよ出撃準備をさせているあとは命令書通り作戦を遂行すればいいのだよドズル キシリアもなはい兄上もドズル支えてくれればジオンは勝つよ <laughs> 宇宙基地ルナ2地球の大半を支配下に収めたジオン軍にとってこの基地の戦略的価値は極めて低いだが ギレン・ザビはジャブロー基地攻略のためルナ2に別の価値を見いだしたのだジオン軍はルナ2攻略を開始する対する連邦軍も残された戦力をルナ2に集結させたスペースノイドの独立を掲げるジオン阻止しようとする連邦お互いの命運を懸けた戦いは始まろうとしていた マーを失った連邦にマスドライバーによる攻撃を止める力はもう残されていなかった計画通りジャブローの対空防衛網は完全に沈黙しその無防備な姿をジオンの前にさらけ出したのだ ルナ2からの爆撃によって決定的打撃を受けた地球連邦軍にいかほどの戦力は残っていようとそれは既に形外であるあえていようカスであるとそれら軟弱の集団が我らを脅かすことなどできないと私は断言するサイド3が独立を宣言してから24年 宇宙に住む我々が自由を要求して何度踏みにじられたことだろうだがもはや連邦に兵はない我々は何者からも束縛を受けることはなくなった地球に救う連邦政府の愚か者どもに思い知らせてやるのだ有料したる我らジオンの力をジャブロー降下作戦を発動する 地球連邦軍本部ジャブロージオンの侵攻を阻み続けた難攻不落の要塞はついに陥落したジャブローを失った連邦政府に戦う力は残されておらずついにジオン公国は独立を勝ち取ったのであるそして 地球圏はギレンザビの手によって統治されることとなり優良人種による地球圏の支配計画は実行に移されるそれが正義なのか悪なのかは後の世に生きる人々にしか判断できないことなのかもしれないようやく見えた終戦の即行 人々はただその一筋の光にすがるしかなかったこのひとときの平和が永遠に続くことを祈ることしかできなかったのだ宇宙世紀は始まったばかりであるジオン独立戦争多くの命を奪ったこの悲劇もより多くの悲しみに埋め尽くされ やがて歴史という名の記録へと風化してしまうだろうだがこの悲劇を忘れてはならない決して風化させてはならないのだ旧世紀の人類が手に入れることができなかった争いのない世界を迎えるために